ちょっと待って、飲み物取ってくるわ。え、無理。え、じゃあやめよう。あ、ほんと？いいよ。いや、あるんだよね、目の前に。なんで取り込んだのじゃ。ウェブページへのアクセスのパスワードと会員番号とかしか書いてなくて、問題のその、あれがわかんないと思う。配線のやつが。そんなことある？これはな何でわかるんだろうなと思って。もう一回来んのかな。電話してみよう、明日。電話するの恥ずかしい。すっごい昔だけどさ、電話番号流出したこととかあってさ。なんか、それでこう、知らない人から電話かかってきたりしたこととかもあって、すっごい昔だけどね。かなかなんかちょっとおばあちゃん感あるよね。もう、老体だよ。気持ち的には。なんだろう、なんか喋り方？もう全然関係なかったじゃん。全然関係ないね。体はもう運動不足でガチガチになってる。なんかさ、喋り方がこうおっとりしてるから、おばあちゃんっぽい安心感を感じるのかもしれない。そうかな、おっとりしてるかな、僕。そんなことないと思うんだけどね。あんたたち気をつけな。新しいキルリーダーの誕生。なんかこの前他の人と言うのしてる時にさ、こういう敵行くよみたいなことを言ってもいつものほほんとしてるから緊張感が薄れるって言われた。叫ぼう常に。報告でね。報告で。どうなんだ、僕でも自分の配信とかさ見直したい時あるじゃん。あの時僕 1.5 倍とか 1.75 倍にしてちょうどいいなって思いながら聞いてる自分の配信。それいいね。 1.5 倍か。 1.5 倍結構早いな。けどね、個人的には聞きやすくなる、それで。まあ、ゆっくり族だもん。ゆっくり族。そうなのかもしれないね。もともとそれで喋っとこう。どういうこと？ 1.5 倍にすること前提でもっとゆっくりしてる。ゆっくりめにしちゃうよ。わかった。東に中西。わかった。わかったしか言わねえ。スコープが欲しいんだよ、僕は。スナイパーのスコープを探してる。ソラルさんも大概ゆっくりだと思うけどな、僕。イメージだよ、俺のゆっくりなのは。物腰柔らかそうだもんだって。俺もおばあちゃん族。僕たちおばあちゃん。ナエさんはいつもロングボウな気がしますが、ロングボウが好きなんですか？実はね、いつもはトリプルテイク使ってるんですよ。実はね、ここだけの話で。いやいや、そこは、ちゃんとロングボウ持ってるってことにしてあげないと。ごめんなさい、言ってなかったけど初見だったんです。え？てんてんてててんててててててん。でもあれだね、初めて配信来るのによくロングボウ持ってるんですねっていうの結構気も据わってるね。まあコメントってさ、多分だけど僕らが思ってる以上に軽く打ってる人が多いと思うんだよね。ああ、でもそれはいいことだな。まあ CG もしっかり良くない意味でもいい意味でも、多分こう指示してやろうってよりも、ちょっと待って、いくらいくらお前ら、いくらねみたいな。ちょっとあっち、これジャンプタワー、ジャンプタワー。あ、俺と殺されるかもこれ。じゃなんでいたの？クレバ。ちょっと話すけど不審になってた。ごめんなさい。まあそう、コメントはね、こう。僕らは割と一個一個のコメントを重く受け止める、重くというとなんかあれだな、結構大事に受け止めちゃうけど、コメントする側はね、意外とこう何の気なしにしてたりすることあるんだよ。えらいね。だから気にしない。俺背景ぐらいにしか思ってないよ、コメントのこと。散らばりすぎてる。何ぐらいにしか思ってないって？背景。背景？ああ、バックスクリーンね。そう、白い画面の、一部だとしか思ってない。なんかもっと。あれ？大丈夫？あ、二人入って、ここに。ここに入ってよ。
もうね、こいつら全然言うこと聞かない。俺たち仲良し。なんでそんな。でも偉いな、やっぱちゃんとそのコメントと向き合ってるの。俺割と向き合ってないかもしれん、ガチで。あーでもどうなんだろう、普段が生放送だからついついそうなりがちなのかも。ちょっとデミンだからって、そうそうそうなのかな、わかんないけど。チャンピオンがデータから消されたよ。もう俺長く活動しすぎたのかもしれん。いやでもあると思うよ。でもなんか僕もデビュー当時と今だと今の方がコメントを軽く見てる、うん、まあ、軽く見てるって言って言い方悪いけど、あの肩の力を、ね、そうそう肩の力抜いて、ね、受け止める重さはやっぱ今と前は違うよ。それはでもなんかそうしないと生放送やっていけんくなるって理解したから。ブラ割ってる。そうなって最適化されたというか、そう悪い意味じゃなくてね、いい意味でね。うん、そうやって自分のいい塩梅になっていくんだよみんな。せやねせやね。でも本当になんかね、なんだろう、向こうコメントをする側が気楽にコメントしてるのと同じように、俺たちも適切な距離感でリスナーと付き合うというかコメントと付き合うメンタルは俺はありだと思ってるよ。うん、いや大事だと思う。じゃないと活動者側が潰れる。そう、持たないんだよね。その人数多いじゃないですか。それだけこう嬉しいこともたくさん言ってもらえる代わりに心ないこともたくさん言われるのがやっぱりね、当たり前だから。肩の力抜いてやってこうぜと俺は言いたい。どんどんいろんなこう自分の活動の妨げになるあのなんだろう、アンチ的な行動だったりマイナス活動に対してネガティブになるものにどんどん慣れてって気にしなくなっていくんだよな。またかぐらいになってくんだよな。クレバーを発見。来ちゃう。あいいよ、使って使って使って。来ちゃう。うるさ。あごめん。カチューかな。周囲環境をマーク。鬼に金棒。金井にクレーボー。かなにプレイボー72レイス。そろそろ、なるほど、そろそろ落ちたら。リロード中だ。敵をダウンさせたよ。はい。やっちまった。私とニュートが。ソラさん帰ってきて。敵目の前。敵ローだ、ソラさん。ソラさん。ソラさん。ここに敵がいる。ダメだ。あ、お前。いいよ。俺だけど戻ってきたら二人死んでたんだけど。これどういう状況？襲われた？襲われてなんとか、うん、ダウン取ってたんだけど殺されちゃった。すいません。逃げて。なんだよこのタイミング。ごめん。マジか。いるかな。全然状況分かってないわ。レプリケーター接近中。いるのかな。よし。ちょっと俺トイレ行くから。頼むわ、あと。やあ！ソラさん配信してんのかな。ソラルさんの配信見ようかね、私は。ソラル、YouTube 検索、ソラルの隠れ家。あれしてないのか、今日。どうしよう、共に歩もう、力強く戦え。何この人気アップロード動画。エビクリームパスタ。なんだこれ。見よう。今、ソラルさんがエビクリームパスタ作ったの見てます。エビを、まず剥いて、エビのなんか尻尾のクイ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 して、私の姿をわかるでしょ、見つけてみなさい。エビ剥いて殻をね、包丁入れて背元に、背わたを取ろうとしてるのかな。背わたを取って、でエビの殻はね
出汁を飛んで別容器に入れときますよ。俺がお菓子を取ってきてる間に。で、火にかけましょう。チチチチチチボン。さあ、このね、さっき取っといたエビの殻を出汁にするためにボウルに入れて。ここに着地しよう。あ、硬化する。こらえて。カナイの3分クッキング始まってる？今ね、ソーラさんのね、エビクリームパスタの動画見てる。いいから。やめてくれ。ちょっとお菓子取ってきたんだけど、なんだと思う？ヒント。ヒントは、大人。チョコレート。チョコボール。なんで？大人の。チョコボールって大人なの？大人のチョコボールあるじゃん。ああ、そうなんだ。確か。じゃがりこ。なんでじゃがりこだと思ったの？ちなみに開けた音。私のだね。それずるいな。私が宇宙で。なんだの答え。記憶を膨らませてる間に。答えは大人のじゃ。じゃがりこじゃん。ほら。ここでは何が起きたんだろうね。いや音はずるいな。それでも。それずるしたな。むずいよ音でもポテロンコかもしんないじゃん。まあね確かに。耳いいね君。ね、実は大人のじゃがりこ麻婆ガーリック味。絶対サラダの方がうまいよ。美味しそうじゃない麻婆ガーリック。これ終わったらじゃがりこ取り行こう。赤い行こう。ショットガンボルトを。でもさ、じゃがりこ買いに行く間暇だからちょっと通話してよ、コンビニ行くとき。今のは取り消して。いいけどさ。あの初めて話した日も通話してもらった覚えある？なんかしてたね。みんなしてたよね。新幹線乗りに行くとき。新幹線あれ初めてではない。なんかスタジオかなんか行くとき。電車かななんかで。タクシー乗ってるときに電話。あ、京幕じゃない？あ、それ京幕か。京幕かも。ああ、あったね。ごめん。顔洗ってくるわ僕も。なんで眠いの？ちょっとあの気持ちがだれてるわ。ちょっとマリンパーティー多すぎたね。じゃあカナカナがいない間にリスナーに向けてこの大人のじゃがりこマーラーガーリック味の、食レポします。まあちょっと匂いよね。あー、これは濃厚なマーラーガーリック味。麻婆とニンニクの味がこう食欲をそそる。これは素晴らしいですね。ではちょっと実食してみます。初めてのじゃがりこいただきます。あー、これはちょっと待ってな、今行くよ。こちら大人のじゃがりこという商品なんですけど、やっぱりその名に恥じぬこう通常のサラダ味のじゃがりこに比べて、待って、あー、奥田になっちゃった。頼む、退屈なんだよ。通常のじゃがりこに比べてやっぱり味が少し濃いのと、こう香りもすごくなんだろうな。ただいま。まあ、きついと言うとあれですけど、わかりなさい。どうしたの？うん。いや、奥田になっちゃったなと思って。おう。配信でも使うようになったんだね、奥田。今まで隠してたのに。この瞬間が。裏でしかね、使ってなかったけど、奥田プロなの、隠してた。うん。焦った？何？焦った？焦ってないよ。うん。狙ってピックした。えら。こっちへ行くぞ。ふわっと着地。気づいてたんやね、奥田の良さに。ずっと使いたかった、本当。でもやっぱり、かなかなのイメージが強いから、俺が使っちゃうのは、なるほどね。ないかなと。イメージカラー的な話ね。そう
そうそうそう。いいのに。気にしなくて。いいのに。自分のことよりももっと大事なことだって思ってるから。拡張エネルギーマグジン。レベル2は。ファーストキル。キュン。宇宙の謎を解くためには多少の犠牲は避けられないね。